こんにちは、日本語教師のナナです。오늘은리스닝연습저급이에요이거다알아들을수있으면저급이상입니다처음에는자막얻는상태로도전해보시고그다음에한국어일본어둘다자막있는동영상이있으니까그거보시고확인해보세요抹茶は伝統的な日本文化です。平安時代に中国から伝わりました。今では世界中多くの人々に愛され、和菓子だけでなくアイス、プリンなど洋菓子にも使われています。そしてお茶を立てることを茶道と言います。茶道は伝統的な日本の和室で行われます。日本に来た時はぜひ挑戦してみてください。抹茶は伝統的な日本文化です。平安時代に中国から伝わりました。今では世界中多くの人々に愛され、和菓子だけでなくアイス、プリンなど洋菓子にも使われています。そしてお茶を立てることを茶道と言います。茶道は伝統的な日本の和室で行われます。日本に来た時はぜひ挑戦してみてください。어떠셨어요다알아들을수있었어요오늘중요한포인트는受け身입니다愛される는愛するの受け身、使われる는使うの受け身、行われる는行うの受け身。受け身系수동형은좀어렵지만조급에서나오는중요한표현입니다한번룰만외우시면쉬워서여기서꼭외워주세요오늘도봐주셔서감사합니다다음에또만나요日本語教師のナナでした。さようなら。